じゃあ何もしないのか日本にいながらそれではいかんとただサポートするのではなくてねあの里親として責任を持ってサポートできるようなことをもしないといけないなと思って始めたのがまさに里親制度ですね、うん、もしやろうかどうしようか悩んでるなら一度やってみてもいいのかなと思いますで本人から手紙が届くじゃないですか、はい、めっちゃ感動しますよ <laughs> そうなんですね はい。えっと、こんにちは。えっと、今日は、えっと、佐藤屋会員様のお一人である池田玄生さんにインタビューを行っていきたいと思います。と<ー> えー、よろしくお願いします。<laughs> 実は、あの、現世さんはパンデミックの前は8年間セブンに暮らしていたんですけれども、まあ、以前はね、あの、お友達のみお、飲み友達ですかね、としてお付き合いをさせていただいていたんですけれども、<laughs> 今はこういった形でご支援者様として日本から誰でもヒーローを支えていただいております。ではいじゃあ、あの、はい、早速なんですけれども、お話を聞いていきたいと思います。と、はい、まず、誰でもヒーローを知ったきっかけを教えていただけますか そうですね、えー、と僕が、まあ、コロナで今は日本に帰っちゃったんですけど、それ、コロナになる前は、コロナになる前の8年間は、まあ、セブ島で働いてました。で、えーと、仕事をしてたんですけども、とやっぱりフィリピンで何か僕ができることはないかなと、いろいろ模索してた中で出会ったのが、誰でもヒーローさんですね。 で僕、実はそボランティアとか詳しくはないんですけど、なんかできることないですかねということで、えー、と内山さんに相談させてもらってっていうのが、もう8年前、私はもう10年前ぐらいですかね、きっかけといえば、<laughs> はい、本当にもうささなきっかけってあれですけど、ー運命的な出会いではなかったんですね。<laughs> まあ、でも今思うと運命かもしれませんね。こんなテナお付き合いさせていただいてっていうのはそうですよね。はい、なんだかんだただのすれ違いじゃなくて10年間こうして関わりが続いてるっていうのは確かに運命だったのかもしれないですね。いい運命だったんじゃないかと僕は勝手に思っています。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あ,りがあ,りがありがとうございます <laughs>、まあ。なんかそんなね、セブとの関わりのすごい深い原生さんなんですけれども、あの今は。 日本にね帰られているということで、日本ではどんな生活をされているんですか、はいえー、と僕、今、日本に帰って、ですねまもともと生まれ育ちの香川県に戻,、はい、戻りました。でじゃあ、香川県に戻って何をしているかというとですね、やっぱりあの香川県、田舎なので。 まあ僕なんて完全に珍しいですよね、多分も、海外にいた、しかもそれがセブ島であると。今、お世話になっている会社が、ですねこれまた運命なんですけど、うん、外国人、日本で働く外国人を,をサポートしている会社なんですね。そのメインの国の人っていうのはフィリピン人なん,<ー>なんですか まさにそうですね。旅、まあ、だったり、留学だったり。はいはい。技能、技術とかですよね。そうですね。もう、旅に行きます、はい。はいはいはい。で、フィリピンのことを知ってる。はい。で、僕はセブ島にいたので、セブ島の言葉もまた、ビサヤ語。はいはい。もう、もう多少わかります。まあ、ただ英語もわかるんで、はいはい、一緒にサポートやらないかって、社長の方からお声かけいただいて、今、香川県。 まさか香川県でフィリピン人と一緒に仕事をしてます、えー、面白そうですねまさかに香川県に帰ってきてこんなに毎日ビサ語を話すとは思ってなかったですね確かになんか日本でねたくさん働いてるフィリピン人って言いますけどちょっと誤解されやすいというかなんかねフィリピン人超ハッピーな人たちだからなんか仕事中歌っちゃったり踊っちゃったりとかすると不真面目だとか言われちゃうんですよね、うん まあでも日本で働く子たちは同年代の日本人より真面目かもしれないですね。一生懸命。一生懸命っていうのがやっ、うん、単純に異国で働くってで、まあ、僕もフィリピン、日本を離れてフィリピンで働いてましたし、まあ、今も内山さんになってまさに今フィリピンにいらっしゃいますけど、はいね、大変ななことじゃないですかまあそうですすかまそうよねでそれで日本に来てしかも英語も通じない。 うん、通じないですか日本は、はい、ででしかもフィリピンの人のみんなを家,家族の生活をそうですよねそれも真面目です本当に真面目ですでも皆さん真面きで働いてますねうーん,、はいうーん でもあれですよね、やっぱフィリピン人も本当、現世さんみたいな人を分かってくれる人たちが近くにいるっていうのはありがたいですよね。でもなんかあの宗教とかもね、あの日本人ってなかなかキリスト教の理解とかってできない人たちが多いから、なんか、ね、支えがあって、すごい働きやすいんだろうなと思いますねま,いやまさにそこ、本当にそこは企業さんからも喜ばれるんですけど、フィリピン人と日本人の違いって、まず、まあ、宗教とかってちょっと難しい言い方を。 しちゃうとそうなんですけどもう単純に何だろう誕生日を大切にしたいとかそうですよね <laughs> ちょっとその時に何だろう日本の上司がよく頑張ったねって,言ってお,お金をあげるんではなくてちょっとしたなんてお菓子をあげたりとかうギフトちっちゃなことが大切じゃないですかなんで僕はそういうところもあの仕事面 もうそうですけど、生活面というか。そうですよね。尊重してあげたいところとかってありますもんね。そこけど喜ばれますね。はい,はいはいはい。喜ばれます。そのフィリピン人のが。あの働いている子たちからも喜んでいただけるし。その日本の会社の社長さんからも。どうやって仲良くなっていいのかっていう相談もよく来ますしね。うん、はい。<ー>はい、素敵ですね。思います。はい。はい でも言うてみれば、現星さんはもう8年こっちいて、ちょっと半分ぐらいフィリピン人なわけじゃないですか。いやそれそれ、それないですよもなんか、やっぱり日本に帰ってね、すごい大変だったんじゃないのかなと思うんですけれども、かその大変な中でも、なんか結構すぐにその、ね、里親さんとしてお申し込みいただいたじゃないですか。でなんかその きっかなんか、なんでそんな自分も大変な時に、この誰でもヒーローの里親さんになっていただこうと思ってくださったのかっていうのがそうですね、まあ、これ、僕が日本に帰った時にですね、すごく実感したことが実はあるんですよ。僕、8年間、フィリピン・セブ島でいろいろ活動させていただいてたんですけど、これ、ほんまにフィリピン人のおかげだなってすごい思ってたんですよ。 フィリピンのおかげだなって、すごく思ってですね、で、もう急にコロナが来てですね、もう急に帰ることになって、もう。燃えてます、あの時の。<laughs> 急ですよね、ほんまに。はいはい。ね、もううフィリピン航空で会いましたよね。まさにまさに、まさにあの時もね、みんな手,手分けしてど、どうしようどうしようってそうですよね。いうだったんで、もうそれこそね、あの友人に挨拶もできないし。はいはいまあ,あの時なんて 多分夏ぐらいに、あれ3月だったかな。はい、8月ぐらいには帰ってこれるってみんな思ってたよねそうですよね。<laughs> まさかこの3年も4年も帰れないのと思ってなかった。だから本当にもう帰ってきて、そ,うそこ一1年、2年経ってですね、これはもう僕がフィリピンで以前のように何かをするっていうことは多分もうしばらくできないなと。 じゃあ何もしないのか、日本にいながら。それではいかんと。いわゆる何か日本でできることはないかなっていうところで、まあ、誰でもヒーローの内山さんにまあお話もいろいろ活動内容も聞いてたんで、で何ができますかねって、里親制度を聞いて、ちょっともうなんだ、ただサポートするのではなくて、ねあの、里親として責任を持ってサポートできるようなことを。 もうしないといけないなと思って始めたのが、まさにその里親制度ですね、うん。ありがとうございます。でこう実際にこう支援を始めていただいてから、自分自身でこうなんか生活とか気持ちとかで変わったこととかって何かありますかそうですね。まあまあ、僕自身はコロナになって一度もフィリピンに行けてないんで、実際に里親しているジャミンちゃんには実際に直接会ってはないんですけど、まあ、当然、自分の中では まあ、ジャミンちゃんがフィリピンにいるよでどんな子かって、手紙もいただいたし、写真もただたし。し、はい、顔もちょっと似てるし。<笑><笑>全然関係ないですよ、全然関係ない。似 <laughs> てるし、で、まあ、そういう部分の責任感はあるんですけど、たぶんね、一つね、里親、ちょっと質問とずれるかもしれないですけど、僕、里親してて、周りに、僕、フィリピンで里親やってるんですよって話やっぱするじゃないですか。はははいはい、はい こう興味を持ってくれるんですよねえ、何かもうのすごい、まあ、金銭的支援も相当お金もかかるんじゃないかとか、うん、うどうしてもイメージがあるんですけど、まあ、僕ができる範囲の里親、うん、をしてるんで,でそういことないですよっていう部分もあるしただ,ただ僕がセブトにいたんですよっていうだけではもう人によっては遊んでたのとかね、うん なんかもう南国で楽しかったねみたいなイメージ。実は今サポ,サポートしてる、里親としてサポートしてる人、女の子がいるんですよって話すると、おっと、ちょっとこ前に。お逆に僕の方が、なんだろう、そういう話が周りにできる、里親、うん、やっててよかったなって思う人でもあるし、結構みんな向きに持ってはくれてますね。へ、はいえー ぜひ広めてください。<laughs> 月2500円からで、はい、きますので、多分日本の場合ね、一回居酒屋に行ったら、そんぐらい使っちゃいますもんねいやもう居酒屋。居酒屋行ったらもっと使いますからね、高いですからもう、まあ、ちょっといい お昼ご飯を2人で食べたもそ,そうですよねで、まあ、それでこうフィリピンに、ね、自分のこう子供のような気持ちので育てていける支援できる子供ができるっていうのはまあ一つ何かの選択肢ではあるかなとは思いますよね。僕自身子供がいないんで、うんあ,はい、ある意味自分の子供ではないですけどでその代わりじゃないですけどできるサポートはしなくちゃいけないっていう気持ちは,これは本当に正直ベースで思ってるんで。 でも私もそうですよ。私も自分子供いないので、あの自分の子供の代わりに200人以上。僕 <laughs> <laughs> も先輩は里親のジャニーちゃん一人だけなんで、<laughs> ありがとうございます。じゃあ、あのー、なんか今,今後こう、もっと自分の中でビジョンみたいなのありますかこの将来どんな感じでやっていきたいみたいな。この里親制度で,ですよね。でも,あのもう自分自身でも。そうですね。えっと、これね、まだ、あね、具体的なアイデアではないんですけど、 ちょっと今はせっかく里はさせてもらってるんでジャニーちゃんをにとっていいことがなんかできないかなと思ってものすごく変な言い方をすると自分の子供ではないんですけど自分の子供と考えて例えば日本,の日本の本をあげるのがいいのかうこっちだちょっと今考えてることが。 そのいつでもインターネットにアクセスできる環境をジャニーちゃんに提供できたらいいなとは思っているんですよ。うんやっぱり情報量がね、やっぱりインターネットがあるのとないのとでは。全然違うし、ね、ジャニーちゃんが自分の夢を語ってくれて、手紙をくれたとき、はいはい、彼女はものすごく勉強して、弁護士さんになりたいとおっしゃってるんで。<laughs> はい、そをこうい もう本当にインターネットがあると思うんです。はい、ものすごく勉強確かにできるじゃないですか。最新の情報がどんどんね。はい、しかも英語が使えるはいははいい情報なんて日本人以上に。そうですね、世界中の情報が。うん、なんで、今あの、ジャニーちゃんを里親で支援している別の友人、はい、と,彼,、えー、と彼と一緒にそういう環境をどう。 つながってるんですね。<laughs> なんかそれも面白いですよね。なんかこう、知り合い同士で同じこう支援してるっていうのは。そうなんですで 1>,、はい、1人で支援しようとか、結構大変ですけど、そうですよね。2>, 2人、3人、4人とか、はははいはい、はい。まあね、ねえ、ちょっとお金かかることでも2人で割れば安い。はい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 。うできるのは里親制度のいいとこの一つかなと思いますねあ。ありがとうございます。<laughs> じゃああのー、最後になるんですけれども、今はこう里親とか、まあ、そういったこう、ね、フィリピンの子どもたちとか、ちょっと関心のあるような、ただちょっとい一歩踏み出せないというか、あのー、支援、どうしようかなと思っているような方たちに、何かこうメッセージというか、あのー、言葉をいただけますでしょうかはいもし、やろうかどうしようか悩んでるなら、一度やってみてもいいのかなと思います。うん、で、本人から手紙が届くじゃないですか。はい めっちゃ感動しますよ。そうなんですね。まあ当然英語ですけど、英語でもそんな難しい英語ではないんで、皆さん、はい、いやこれからどんどん難しくなっていがする、きはい。結構しっかりとした手紙を届けば、ただの手紙じゃないですもんね、なんか。 そう、装飾みたいなのもしてきてる。はいはいはい。いや、実は結構あの、私も、この誰でもヒー,ローで、あの、活動を始める前とか、そういう別の団体とかで、里親とかを私が、あの、支援をしたりとかっていうことがあったんですけど、まあ、その時とかに、こう、送られてくるものとかが、これ本当にこ書いたのかなとか、なんか <laughs>、なんか毎年来るけど、なんか毎年同じだなとかっていうのが結構あって、 だからなんか私はやっぱりあの支援ね私の支援してる子どもたちもそうですけども支援してくださってるね皆さんみたいなそういう里親さんとかにもやっぱり喜んでもらいたいしなんか支援してよかったって思ってもらいたいんですよねだからまあ子どもたちには絶対にその感謝の気持ちっていうのを忘れないようにあの感謝の気持ちをしっかりと伝えるようにっていうふうにはあの指導をしてるのでなんかいやそれがなんか喜んでもらえてるっていうのを聞いて私も嬉しいですはい。我々て その実物が手元に届くじゃないですか。はいはい、あれはね、なん言葉にするのは難しいんですけど、いい意味ですごく重たいものが届くので、<ー>まあやってよかったなと思うし、で、まあ、ちょっとでこういう言い方したらないかもしれないですけど、僕の支援は月2500円。はい、もうさっき言ったみたいに、1回のランチ2人分を。 普通に弁当にしたら <laughs> できるわけなんで、<laughs> はいすると、それの価値は何倍もあるんじゃないかなと思うし、まあ、やったらいいんじゃないと思います。あまり、何やろ、里親だったらこうせねか、まあせねか、それこそ一生せねかみたいな、思うと結構二の荷が重いと思う,うん,うん、うん やっっててみたらあって思うははははい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 、はい、気軽に始めてみましょうと。気軽でいいと思う。なんかあんまりってるとこ、はい、身構えるけどうん、うん、やってみてね何かし理由があってね今後サポートできなくなるタイミングはあるかもしれないと考えればいいんで、うん、まあできるんだったらやればいいんじゃね <laughs> って思います。 ありがとうございます。軽いご意見。<laughs> ありがとうございます。でも、その軽くていいと思いますよ、ね。確かに、<く>はい。身構える必要ないですよね。1万5千円だったら、めっちゃ身構えるけどね。確かにね。<laughs> はいはいはい。とりあえずやってみたらと思います。ほな、ものすごく、はい、2000円以上のリターンはありますからね。ああ <laughs> うしいです。ありがとうございます。で今日はありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。